今日はリベンジします、マスオゲームズです。はい、今日はですねパワープロアプリやっていきたいと思います。でリベンジというのはですね、あのこちらです。はい、何かと言いますと、天空中央高校で三股にね前回挑戦したんですが、残念ながら甲子園の予選第1戦目でね負けてしまうというね、結構いい流れで来てたのに大失敗っていうね、そういう風な感じになっちゃったんで、今回はですねなんとかもうねちゃんともううまぐあいに彼女も完走を、かつこうエンジェルフラッシュたくさん起こしてエンジェルも完走をっていうね、そういう作戦でいきたいと思います。でなんといきなりエンジェルがいい感じだぞこれで、ねどういう風にちょっと頑張っていくのかと言いますと、最初はサイリーちゃんのねあの評価上げて、クリスマスまでにねサイリーちゃんとデートたくさんする、うん、サイリーちゃんもうすでにそこで完走しちゃってもいい具合にしっかりこうねあのデートするっていうね、うん、そういう感じでいきたいと思います。で、あの伸び丸がねあの伸びのコツがもらえるんで、そういう風にはしたいなと思ってるんですけど、でもこれが熱いな、ちょっと怪我しちゃう可能性ありますけど、危なかった、よかったよかった。でエンジェルをいっぱい迎えに行ってもらうと、お、珍しいな3人って、うー下がるんかい、ちょっとついてなかったですね。はい、でここでまあねキバちゃんでいい具合にこうね回復、体力回復するんで、もう一回練習できますねこれね。いいところがあればいいな、監督のところもいいし、ここも暑いし、どこかな、こっちにしましょうか。やっぱり最初序盤はねいっぱい迎えに行ってもらいたいんで、まあ迎えで、うん、いっぱい行け、ナイス、1人目最大、さらに行っちゃい、悪くないっすね、かなり、うん、いい感じです。でサイリちゃんの評価もねこう上げていきたいけど、なかなか上がらないっていうところがなかなかジレンマですが、いいのあるかな。あ、ここ熱いかな、1人か2人なんですけど、ここで持ってきたアイテムで、後半はねデートで体力回復できるんで、あの前半のうちにねなんとか体力をうまくねあのデートまで持っていけるように今のねドリンク持ってきました。意外、うーダメか、大失敗。うーん、ここ鴨川さんのところかな。はい、2人行ってくれたらいいなーっていうね。で鴨川さんもね早めにこう行ってくれたらいいなとは思うんですけど、よし、ナイスだぞ矢部くん。でこれ政治経済で成功すると勝ち運のコツ、これねあれですね、しぐれちゃんのところで役立つんで、こういう風な感じでいきます。で結構エンジェルたちの呼び具合で言ったら良さそうなんではありますが、ちょっとねあのサイリちゃんの評価が上がってないから、サイリちゃんのところ行きたいけどいないから、スカウトに、スカウトっていうかエンジェルを迎えに行く感じで立ち回っていきましょう。結構いってるけどね今回ね。お、幻の一球、ちょっとねこれ早い段階でやられちゃうと困るんですよね。ちょっと変化球も覚えておきましょう。ドロップ、僕が好きなやつと、もう一個変化球を覚えたい。あ、やった、サイリちゃんよかったー。これでサイリちゃんの評価上げつつ、こう迎えにうまくいってくれたら最高、ナイス。おい、サイリちゃん最高。あ、部活帰りにこれで評価アップでね、これで一回も休みを使わないで、お、やった、サイリちゃんナイス。これでクリスマスまでにデートを一応完走っていうか、いけそうですね、うん、4回まで行くので、体力回復、うん、ここでスタミナ行きつつ迎えに行く。結構ね今回2人とか重なってるところにうまい具合に行ってるのはあるから、結構悪くない気がしますけどね。
その迎えに行く具合って言ったらね、甘えましょう。でこれでモテモテになっちゃってください。よし、ナイス。でこれでね、あげる前にもう一つ変化球覚えたいんだけど、変化球ポイント行きたいんだけど、ここでしょうね。やっぱ迎えに行くこと優先で、二人重なってる場合はね、かなり熱いっすからね。で、一人目でしょ？で、最大。もう一丁。ナイス。結構、いってるぞ。あ、これで、緩急丸がついて、結構、うん、いいんじゃない？精神ポイントもゲット。よし！ここまでは685。悪くない。うん。今までの中で言ったら、そんな悪くない。ほんとね、800点ぐらい言っといてほしいのはあるんですけど、よし、変化球ポイントゲットで、これで、あとちょっと、あと3。これ微妙なんでデートしましょう。沙莉ちゃんとのデート。で、クリスマスまであと3回ですね、これで。これもね、うまく使っていかないと、いけないんで。あ、変化球ポイント10ポイント。ナイスだぞ、これ。これ難しいところなんですけど、カバー、よかった。たまにムニッとするんすよ。ムニッとすると、ちょっとやばいんすよ。よし、これで、一応大丈夫。で、たくさん迎えに行けるところはないから、ここはデートもう一回行きましょう。で、これで2回。クリスマスまでね、まだ結構あるんで。これ、悪くないですね。で、持って、あ、これやるからにはプロを。これね、意味不明に体力がこう、失われるっていうね。お！ここで成功したらいいな。まあ、失敗したら失敗したらでいいんですけど。あー、ダメでしたね。残念。じゃあ、こっから、評価、これ、上げといて、評価っていうか、捧げて、で、これで変化球、もう一丁ね、マリンボール覚えてくれたら最高なんですけど、お、これは熱いんだよな。ここは、言っときましょう。コツあるし、スペシャルタッグあるし、あと、一人迎えに行けるしっていう。しかも、スカウトもね、行けるしっていう。お、コントロールのコツ。ただ、迎えに行くのはダメでしたね。で、ここで無視して練習で、まあ、モテモテもう持ってるんで、そんなにこう、大きい、あれはないんですけど。で、ここで、お迎えでいいの、あるね。これ行っちゃいましょう。よし、スタミナも4上がって体力回復しつつ、エンジェルを迎えに行く。もう一丁。今何人だ？ 8 人。悪くない人数ですよ、ここまででね。デートもしつつですから。で、ここはちょっと危険なんで、いい具合に、沙莉ちゃんとの、こう、デートを使っていくと。あと1回ですかね。クリスマスまで。そう考えるともうあんまり時間ないな。で、2周でしょ？これ、言っといた方がいいかな。あー、ここ熱いなー。微妙。いや、デートしましょう。失敗の可能性あるんで。よし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 。デート変なところになったの、時のこの絶望感ね。あれやばいっすよね。あと1回とかそういう時になるとマジで困るっていう。あ、で、告白も結構いいタイミングですね。体力これで回復したい時にいつでも回復できるようになったんですけど、早くね、鴨川さん1回目もまだ来てないんで、来てほしいですね。これは熱い。これ、いいっすね。変化球かなりがっつり。がっぽりっすよ、これ。で、スペシャルタッグが組めて、迎えに行く！ナイス！お、もう一丁行く！いいねー。で、ここで、伸びよう。で、ゲット。ただね、エンジェル、早めに増やして、その練習できるときにたくさんエンジェルも回収したいっすね。で、
これで9人目発掘。あーまだ全然溜まってないんだ。ここ行きたいところだけど、行きたいところですよね。あのいっぱい出るから練習微妙だな。まあ行っちゃいましょう。まあデートでもぶっちゃけ良かったっていうのはかなりあるんですけど、ここの1回がどう左右です。あ、いいっすね。行ってくれたからもう全然いい。最高。よし、ここは、励ます。結構イベントも多めに来てるから、悪くない感じがするな。ここ、がっつり来てくれ。大吉、お願いしやす。大吉大吉、おっしゃー、やったー、バッチリですね。お、エンジェルフラッシュ来たー。これは行くしかない。ちょっとデート行きたいところなんですけど、早めにね終わらせたいところなんですけど、そのあ、いいっすよー。ここで告白引き受けて、まあ根気よく説得して、ピンチ丸つけたいんで、よーし、なんかいい感じに進んでる。しかもまだセクション3あと3ターンあるからね。うお、熱い、ここやばで、スタミナなんですけど、スタミナ値早めにここら辺まで上げといて、こっからもう普通にスタミナね上げつつっていう感じですかね。4とか来たら熱いっすね。2か、まあ十分十分。1人目、2人目からの3人目、熱い。これはいい、いい感じ。なんかリベンジっていうだけある。おお、エンジェルもいっぱいいる、エンジェルもいっぱいいるけど、こっちもいっぱいいる。エンジェル全員あれですよね、いってるし、まあコツを押さえつつエンジェルいきましょう。で呼んでくれるかもしれないですし、ここただデートが全くいけてない、これは怖い。お、コントロールのコツ、ナイス。お、ラブパワーで人気者よし、ここでどう立ち振る舞う。んー、エンジェルもいっぱいいるけど、まあここは監督評価かつコツ押さえつつハート出しとくので、うん、いいんじゃないかな。脱三振のコツ、ナイス、最大。これいいぞ。デートが全くできてないけど悪くない。2200ポイント、いいっすね。これ僕の中のこの三股デッキの中ではかなりいい方です。ただ三股が完走できるかどうかなんだよな。でコツ脱三振と、あと緩急、緩急はな、まだなんかでゲットできるし伸び取っときましょうか。勝ち運、変化球も鍛えておくんですけど、どうしようかな。球速も鍛えたいし、でコントロールはもう結構上げやすいっすね、レベル5なんで。よし、60まで上げといて、デートするかエンジェルに行くか。ここは2人いるから行っちゃいましょう。うん、もう最悪またあの彼女完走できないってのもありかもしれない。よーし、あと11回行かなきゃいけないんですよ。でここで、あー、いいのがあるんだよな。こことかもさ、ほんと熱いじゃないですか。でもこれ行っちゃいましょう。うん、エンジェルフラッシュもしっかりやるぞっていう、そういう感じで。お、ナイス、最大。矢部くんいい仕事するね。よし、ここで、で体力全開じゃないですか。11人ですよ。これフラッシュ来るんじゃないですか。
でもうここはもう練習するしかないんで、でどっちの方行くか、まあ、しぐれちゃんの評価上げたいっていうのはあるけど、コツもあるんだよな。こっちで行くか、しぐれちゃん微妙ですね。ハートいっぱい出してくれるんですよ。まあ大丈夫、ハートがねぶっちゃけ欲しいっていうのも、ここからキレのコツでしょ。あ、ここ投げて失敗しないでね。お、よかった。これ失敗すると微妙に痛いですからね。で、ここは俺はいいやで耐えて、で、ここなんですよ。エンジェル、エンジェル、微妙なエンジェル。回復のやつが欲しい。回復エンジェルが欲しいよ。これね、俺はついていきますよ。しないとやばいんですよ、あの監督評価が。だから今無理しました。でもって監督、微妙だな。ここは安全に技術ゲットするっていう意味でメンタル、まあなんかあの怪我するのがなんだかんだ一番痛いですからね。なんでこんないるのにこういい具合になんないかな。いい具合になんないっすね。まあ変化球ポイントゲットしますか。もっとね、こんだけいるんだからうまくエンジェルね固まってほしいよ。ちょっと失敗だったかもしれないな。まあここまででもかなりうまくいってるんですけど、この完全に完成っていうかうまくいく、いかせるためにはちょっと失敗まだ全然足りないですね。で変化球をで4つと、でシュートで4つで勝ち運もつけときましょうか。あとはキレ、緩急ももうつけてもいいぐらいなんですけど、で、あとが、コントロールはもうここでとりあえず OK。あとは、球速上げていくのと、か、うまくやりたいな。まあ、どうしようかな。二人完走できたらいいなだな。で、変化球、もう一個ね、うまくつけれたら、4までうまく持っていきたい。うっさ、危ねえ。狙いすぎた。オッケー、三振。よし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 。いいピッチングしたんじゃないですか？ギリギリ監督の評価も上がりますよね。よしよしよし。悪くない悪くない。で、ここはどうしよっかな。エンジェルフラッシュないんで、ここはデートです。で、サイリーちゃん、これでサイリーちゃんは終了で、エンジェルは確実に行こう。エンジェルは行こう、確実に。だって行けるっしょ、これキバちゃんを評価上げつつ、まあ、しぐれちゃんかな。まだ来てないし、しぐれちゃんもしかしたらダメかもしんない、今回も。やっぱ、難しいっすね。この、三股っていうのは。お、エンジェルフラッシュ来てるから、行っちゃいましょう。しかも、スペシャルタックも来てる。これは、いいっすね。で、スペシャルタッグ発動で、一緒に帰って評価もアップ。お、来た！よし、これでタイピンチ丸。あ、ピンチ丸ですね。あ、でもいいタイミングできたぞ。ナイス！モテモテではなくなったけど、早いタイミングできた。これはいい。で、スペシャルタッグ、どれがいいかな？変化球ポイントをゲットするか、監督評価。サイリーちゃん、評価、最終的に、練習一緒にしてあげなきゃいけないんで、サイリーちゃんの評価を上げます。
ここら辺でもう、いけるんじゃないかな。これ次マックスっぽくない？次いけるから、ここは、もうあと最後、どうせデートだらけになるんで、ここ、どうしよう、どこでゲットしよう。筋力ポイント欲しいな。これ変化球でしょ？筋力がここ多いんで、ここで行きましょう。あ、そっか、筋力も出ちゃうんだ。あれ、これ何の筋力だったっけ？あ、最大になった。あんまりこう、どうなんだろうな。今の段階で最、まあ、本当だったら12人いたらいいんですけど、どうせデートしちゃうから。よし、これで、まあ、今のタイミングでね、取るのもどうなのかなっていうのはあったんですけど、もうこっからデート祭りなんで、少しでもね、これ集めるために。強心臓。よし、マリンボール。これで気分転換で、4100。さすが、エンジェルですね。これデート祭りしてると、無理なんですよ。これいけるかな？もうこっからデートしかしません。鴨川さんで。GO で、これいけるかもわかんないっすね。あ、これだけ反応丸ついてくれ。失敗。残念。よし、デート。これ間に合うかな？ただ、このペースでやっていくと、何ですか？あ、これ間に合うかもしれないっすね。これ初めてかもしれない。デートも間に合って、これ、デートが失敗しなければ間に合うかもしれない。すごい。最後もデートしかしないって。大会勝てねえぞってね、言いたくなりますけど。よしよしよし。で、サイリーちゃんを練習絶対しなきゃいけない甲子園のところで評価あげたい。よし。完走。これいけるぞ。いけるぞ。よし。気分転換したら。で、今のところ見とくと、強心臓でしょ？で、精密機械はもう、直撮り、勝利の星。あと、緩急、伸びは一つついてるから。で、これで四つついてるから、とりあえず OK で。で、球速を上げましょう。で、コントロールは、とりあえず、これで OK。球速を、152まで欲しい。本当は。で、マリンボールが成功するかな？マリンボールが成功してほしいんだけどな。まあ、来るかどうかもわかんないんで。よーし。マリンボール来い。お、よかった。デート失敗してない。いいぞ。キバお兄ちゃん。エンジェルコマンドが使えなくなった。なかなか来ないですね。あ、これは自分で決着をつける。絶対負けないぞ、マジで。これ負けたら終わるからね。やばい。頑張るぞ。もう。よっしゃー、これ勝ったー。ナイス。よし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 。これ結構経験値もらえるんですよね。ナイス経験値。よし、先発。で、こっから、絶対ね、自分もプレイします、僕。しっかりとピンチチャンス全員でやるのと、よし。これ重要。マジ重要。で、緩急は、
尻上がりでもつけとこうかな。尻上がり、あ、尻上がりなんかでもらえるんだっけ。まだどうしましょう。で、基本能力変化球がどうしようかな。どうしよう、球速よし。これで、コントロールも B までいけると思うんで、これで試合に臨みましょう。完走できますね。これはしたかったんですよ。ちゃんとエンジェルも大成功して、そして、あれ、ちょっと、タイミングが。エンジェルも成功して、最後までこう、なんていうのかな、三股も完成させる。したかったんですけど、やっとできた。残念なのが、この、なんて言うんだ？変化球が育ってない。変化球が、折り辺が一つも来てないんで、それだけちょっと残念なんですけど、まだチャンスはあるのかな？来てくれたらいいな。よし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 。やったー！バッティングチャンス来るとマジで嬉しいね、これね。チャンスすら来なかったらどうしようってちょっと思ってたんですけど。よーし、OK です。チャンスが続くぜ。前回0点に抑えても負けましたからね。よし、 OK、 まだチャンスは続く。コールド勝ちしよう。うん、その勝ち方もありですよね。 OK、 いいよー。ホームランじゃないあたりがこう、まだ僕がバッティング続けられるのがいいっすね。 OK、 いったー。あー、ちょっとここでチャンス終わっちゃうんで、僕のバッティングじゃなくなっちゃう。お、まだ続いた。ここでホームラン打って、 OK、 これで一応抑えれば勝利。よし、はい、ということで勝てました。で、デートですね。気は静か。よっしゃー、完走できた。やばい。で、これまあ全部金徳取れるかっていうところもあるんですけど、ドクター K でしょ。いいっすね。で、コントロールを一応で、球速上げたいな。変化球どうしよっかな。どっちの方がいいかな。52、11、どっちかいいかな。敏捷ポイント6、まあいらないか。変化球を、キレとかってついてたんでしたっけ。もうキレついてるし、なんとなくコツイベントの方がいいかな。はい、どうでしょうか。これ44だもんね。お、そっか、これまだ終わってなかったんだ。お、しかも大成功。ナイス、驚異の切れ味。しっかりとピンチチャンス全員操作で、うんー、どこだどこだ。驚異の切れ味、まっすぐ取れる。で、スタミナはもう結構あるんで、これは急速に回しましょう。じゃあこれでいきましょう。いやー、最後の最後でこう折り変来ないかな。この時期じゃ海って来ないのかな。チャンス来ないとかあるかな、もしかして。どうしよう、これボールにしましょうか。ストレートであれした方がいいんですよね。ナイスピッチを使った方がなんかこう体力の消耗が少ないとかなんとか。あぶねえ。バットが空を切りました。第2球投げました。オッケー、投げました。オッケー。低め1回、見逃し三振。これ以上点取られたらやばいからね。よし、よかった。自分かい、バッター。ノーアウトランナー2塁という場面。ボール。第2球投げました。うーん、スライダー難しいなこのピッチャー。投球はこれから3球目。ボール。外れた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。投げた。うん、落ちろ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 。あー、ダメか。これでワンアウト。よし、もう一回。2塁変わりません。
ストレート来ないかな。第2球投げた。危ない球。来い来い。投げた。よっしゃー、いったー。自分でやってよかったー。しかもまだチャンスは続く。よっしゃー。第9決まった、ストライク。いやー、これで第2球。やべ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 、やっちゃったよー。なおもチャンスが続いています。第9投げた。なおもチャンスが続く。ここで勝ち越しでしょう。第2球投げました。うっそ、うっそ、俺超下手くそじゃね。うーわー、点取られた。マジ？ノーアウトランナー一塁三塁という場面で六本木、今日はファーストゴロとセカンドゴロ。なんでさ、なんでピンチにやらせてくれない。せっかくうまくいってんのに、なんでピンチにやらせてくれない。やらせてくれよ俺に。せっかくこんなうまくいってんのに。あぶね、危ね。一球外したボール。慎重に攻めてきます。カウントは打った、ショートの日、二塁。おし、ケツ、チャンス来い。おっしゃ、天空同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という。もう変化球やめろ。今日はセンターフライと三振投げました。おし、打球はセンター、やばい。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは途中から入っている久野、投げた。よし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 、オッケーオッケー、同点とりあえず。よし、ストレート来い。ダメだ、どうしよう。オッケー、うそー、フライかー、やばい。よっしゃ、天空勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面。下手くそだよね俺。投げた。よっしゃー、勝ち越し、来たー。ここで勝ち越しました。これいけるしょ、大村投げた。いいバッターだから。見送ってボール。さあ次の投球、投げました。オッケー、いったー。いやー、雷様雷様雷様。さあいよいよ9回に入ります。いや全然ね、僕よりこのピッチャー強いね。虹谷ですからね、めちゃくちゃ強い。第2球投げました。これ打たれないわ。投球は3球目、オッケー、ズバッと決まって3球三振。右のバッターボックス。いやー、前回行けなかった甲子園の地に僕も踏めるようになるのかもしれないこれで。第2球、でも最後なんでピンチじゃないのにこう操作するんだろうね。投げました。自走者じゃなくなったからかな。代打。三球で仕留めてみせました。第9球、低め外角ストライク。ストレート。第2球、インコース低め。どうなんだろうな、8回まで3点、3失点。よっしゃー。よかったー、マジで嬉しいわ。まあ30ポイントしかちょっともらえなかったんですけど、まあしょうがないですねこれはね。で練習で怖いのがどうしようかな。行きたいところなんですけど、さえりちゃん、あの評価マックスじゃなかったんでここで上げときます。はい、ということで折り編は来ませんでした。で脅威の切れ味取っといて、尻上がりも取っときましょうか。で緩急は後で取れるんだよな。で、変化球がもう少しやって後で取りましょう。でここは変化球ポイントでいいかな。球速も欲しいところではあるんですけど、どうしようかな、こっち行きましょうか。球速、監督評価これでマックスですね。でここもあのピンチとチャンス全員操作で行かせていただきます。で球速がこれで148、んー、どうしよっかな、148でいきましょうか。もう変化球ね、折り辺入れてみ、3種類を 4つずつっていうその願いではあったんですけど、多分できなそう。
なんで天空先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面。オッケー、やったー。自分でバッティングできるって嬉しい。自分でバッティングできるって嬉しい。やったー。これはね、いいっすね。おれい。これ評価ってどうなんでしょうね。そのなんていうんですか、能力の具合、スカウトの評価とかって、この操作の時とその自分だけに任せる場合ってどっちの方がいいんでしょう。まあ1点も取られたくないですね、当たり前ですけど。おーっと、危ね危ね。やっぱ甲子園ですね、今のところしっかり打ってくるあたりが。よいしょと。はい、オッケー。どうしよっかな、最後のそのあの振り方が難しいですね、能力のね。どう振っていこうっていうのが結構悩みますね。ただ基礎能力上げるよりも、そういうなんて言うんですか、能力を直取りしてった方がこうなん査定的にはいいのかもしれないですから、どっちの方がいいのかな、難しい。ただ球ね、152キロまでとりあえずいけたらこうかなりねいいとは思うんで、それでなんとかいきたいな。っていうかバッティングはさせてくれないのね、もう。よし、ちょっと内角で攻める。で、さらにグイッとグイッと、オッケー。これで終わるかな。お、バッティングさせてくれました。これでホームラン打てれば。うー、変化球か、珍しい。変化球使ってきますね。よしよしよし、チャンス続くからいいや。これで OK、 2点で、あと1点ですね。あ、でも甲子園はコールドってないのか。 OK、 10点取れたらねもう完全でしょう。早い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 。外角は若干遅めに。よし、これ今ねもういいやと思って、はい、これで10点取って最後抑えて。そっか、最終回はこの場合を抑えなきゃいけないんだ、自分で。やっぱりちょっと手間ですね、そう考えると。ただ1回戦で負けるよりよっぽどいいっすね。ちょっと実況的には長くなっちゃうんで、ね、見てる皆さんね、ちょっとあらあら、ちょっと長くねって思うかもしれませんが、はい、カットはしないでそのままお送りしたいと思います。いや、今回やっとだよね、本当に。で、全然関係ない高校の話をすると、ダンジョン高校の今ね、レシピ9まで武器作りました。てか、レシピ9までゲットして、で、レシピ10はまだ取れてない状態です。なんかね、こうイベントあるとイベントにこう力を注いじゃうんで、ダンジョン高校あんまりできなくなったりね。あとキャラが揃ってないんですよね。うん、猪木でしたっけ、ああいうのを言ったら最高だとは思うんですけど。よし、ちょっと長かったですけど、これで OK でしょ。249で緩急最後に確かなんか来るんだよな。手応え、変化球ポイント、あ、そっか、変化球技術が足りないっすね。技術ポイントがちょっと一応チェックだけしておきたいのが、チームメイトの評価が、まあこれマックスですね。はい、どうしようかな、変化球ポイントでいきましょうか。技術、よし、これで変化球をどう振ろう、最後。そこが難しいですね。で、もうまた申し訳ないんですけど、しっかりとピンチチャンス全員評価、全員でやらせていただきます。
で、ここは、どうしよっかな。コントロールこれ以上上げてもな。打たれ強さ1だけつけときます。で、緩急もつけときましょう。もう、打たれる方が嫌なんで。よし、これでいったらどうかな。打たれるかな。いきなり打たれてるー。怖えー。怖いよー。打たないでくれ。お願いします。ここは使いたくない。まだでも使っちゃおう。怖いからね。よ、4番だし。で、5番。な、あぶねー。危なかった。ナイス守備。よし、ピンチの後にチャンスあり。よーし、いいよ。オッケー、いったー。さすが雷様。そしてワンナウト。やっぱり打たれますね、甲子園。まあもっと能力高かったらあんまり打たれないのかもしれないですけど、打たれます。オッケー、三振。そしてまた4番。これさ、4番で勝負しなくてよくね。外しましょう。はい、これは全然ありだと思います。なんか確か秋さんだったかな、誰かの実況見てそういうことやってたんで、あ、そういう手もありなんだと。よし、 OK、 作戦勝ちよし、雷様、オッケー。いや、気持ちいい。そしてまた7番。4番5番ぐらいに打たれたんですかね。7番でワンアウトだから、ナイスピッチ使う。149キロ。よし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 。僕が作った中では割と速いですね。なんかあんまり球速こうね、がっつり、どうしよう。ここもさ、やめときましょう。戦わなくていいよ。うん、普段野球本当にやるときは僕絶対戦います。楽しいから、こう上手い選手とやるの楽しいから絶対戦うんですけど、これゲームなんで。はい、絶対野球だったらね、僕敬遠大っ嫌いなタイプですね。勝負してこうぜっていう、まあ作戦ではありなんですけど、自分がピッチャーだったらしっかり戦いたい、うん、とはやっぱり思っちゃうかなとは思いますね。全然作戦の一つとしてはありだと思いますが、だってなんですか、ランナー埋めた方が守りやすいとか絶対ありますしね。リスクどっちの方がっていうのもあるんで、ただ自分がピッチャーだったら戦いたい。はい、難しいジレンマですよね。よし、オッケー。これも完封勝利できたら結構いいピッチャーができるかもわかんない。ちょっと動画としてはかなり長いんですが、ここまでね、もし見てくださってる方がいたらマジで感謝ですね。よし、ゲームセット。よし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 。66ポイント。 OK でしょう。で、最後コツつかみながら練習ですかね。ちょっと怖いですけどね。 20% いけ。よし、大成功。逃げ玉のコツ。逃げ玉ってもう取ってたっけ。なんか取ってた気がする。取ってないかな。これもまあ勝つ感じでいきましょうか。しっかりとピンチチャンスで。よし、で、逃げ玉。あ、やっと逃げ玉のコツでかいですねこれね。ただ技術ポイントがやっぱり足りないっていうのと、球速が152までしたいんで、まあ最後彼女からいっぱいこうね、ゲットして、それで変化球ポイントでいきましょう。おーっと、ノーアウト1・2塁。これは怖い。
まあ、逃げ玉とあと重い玉とか取れたらいいっすけどね。どっちがいいかな、球速と。ナイスゲッツー。これもう必殺ナイスピッチ使っちゃってもいい場面ですね、ここはね。オーケー、勝った方がっていうか点数入れられないでね、勝てればね絶対評価高いですからね、それに越したことはないですからね。おい、さらにウィーからの三振でショー、オッケー、いい感じ。おっと、やっぱり、あ、バッターだ。おー、シュートか。早いんですよね、このピッチャー。ただ調子があんまり良くなさそうなんで、ナックル。カットボール、なんか怖いな。ナックル。お、ウエストしてきましたよ。あー、ゼフ長なのか。カットボール。あ、変化球。うわ、やっちゃったよ。もったいな、今打てる場面だった。っていうかここまですごくない？の全然打たれてないっていう。結構さ、結構いいピッチャーなのかも分かんないですね。普通大体打たれるじゃないですか。オッケー。そして4番、怖いなここ。一発屋とかね。そういえば一発屋とかってこれアプリだとつかないのかな。なんかさ、昔のパワープロって僕こういう評価制じゃなかったんですよ。敏捷ポイントがたまるからこう、あの総力を上げるとかじゃなくて、こう自分のこうプレーでどういう風に総力が1上がるとか、そういう感じの時代にプレーしてたんで、だからなんか不思議な感じですけどね、今ね。よし、打ってるかな。よし、ここでさよならしちゃえばなんと甲子園優勝。だーダメだった、ナックルなんて打ちに行くんじゃなかった。あ、3番か。いいぞ。4番の雷でホームランで終了でしょ。飛ばねー。よし、ここでホームランだ。よしよしよし、ストレートガツッといきますよ。OK、 カットボール。やめてくれよ、フォアボール。いいコースで来ましたけど。あっしゃー、いったー、はい、優勝。自分で操作してしまった。やっぱりさ、自操作だとあの上がりが微妙ですね。もっと本当は20ポイントぐらいマイナスでいってますよね、これね。ちょっと、まあもったいないなっていうのはあるんですけど、まあしょうがないですね。うん、負けるよりいい。ただだいぶ違うんでしょうね、これ。あの自操作と、あの自分じゃな、あのコンピューターでこういくのと。うん、知りませんでしたけど、まあね、リベンジってことなんで、一応最後までこうね、あの行きたかったんで、はい、行けてよかったなと思います。で、こっから最後どう振っていくかなんですよね。難しいのがどう振ろうかな。で、総計決定7440、これ今までの中じゃ僕圧倒的高いっすね。これ1個2個3個、あ、これ4ついけるわ。これ4ついきましょう、新たな球種。僕ね、チェンジアップ来られると、あ、チェンジアップじゃ、チェンジアップを4つにして、
で、で、152キロ。で、スタミナもつけられるかな？スタミナ A にしといて、で、対強打者、根性、どうしよっかな？対強打者やめようか。対強打者、対強打者。あれ、対強打者じゃなかったかな、今。どうしようか、バント封じ絶対つけた方がいいって言われたのと、あと要所つけとくでしょ。ジャイロボールはつけられない。根性重い球つけましょうか。で投手どうだろう。あとスタミナ6しか上がんないでしょ。なんか変えてもう一つ投手やめたらなんかつくかな。あ、投手やめて根性にしますか。で、これで、1,2,3,4,85。はい。で、もうつかない。で、野手能力も一応上げましょうか。野手能力で、何が上がるかな？補給。と、あと、これでどうでしょう。はい。ということで、こちらで終了したいと思います。果たして、どうなるか、いけい！おー、惜しい。もう少しで S4 行くぐらいの S3 ということでね、これはリベンジできたんじゃないでしょうか。まあリベンジしてもこのぐらいなのかって言われたらそれまでなんですけど、はい、かなりねこれで上がりますし、こうやるのか。はい、2204、かなり上がりましたねこれね。はい、チームランクも上がりましたんで、一応天空中央高校三股一応全部うまくやってこんぐらいです。はい、ただ試合ね、自分で操作しなければもっと上がると思いますし、イベントデッキもねもっと良ければもっと上に行くと思いますんで、はい、ただいい具合にできたんじゃないかなと思います。はい、いやリベンジ成功してマジで嬉しいです。はい、これからもやっていきます。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。